Bay FM Stand by me Featuring みちょぱ And シソンヌ。 みちょぱです。 みちょぱです。 シソンヌ長谷川です。 ジローさんです。 始まりました。 みちょぱです。 ジローさんです。 まあね、こんな感じでやってるんですよね、いつも。 はい、 はい、そうですね。 やってますけども、 まあ地上波ラジオスタンドバイミーが我々初めてということですけども、 まあどうですかね、どんな番組かというと。どんな番組かって言ったらもう自由そのものですよね。まあ確かにそうですね。これなんかやってるんだって。首気になるんだったらなんか犬がさいや犬が初めて首をつけられたやつになってるから自分でやってるわけだから何してるんですか。でもこんな感じです。どんな番組かって言われたらもうこんな感じですとしか言えないですね。そうなんですよ、自由すぎるかもしれない、ちょっとあとちょっとその下ネタも多いかな。多いですね。だから最初でも不安になってたんですけど、はい、自由だから良かったです。あ、最初不安だったの。不安でしたよ、それは。だって私だってその MC みたいなこともすごい噛んじゃうんですよ、言葉喋れない。でもあんま噛まないじゃん。そう、慣れちゃったんです。慣れちゃった。いや、だからそのいいことです。いい意味で緩いからあんまりこう緊張せずできるから、気楽にできるから楽しいです。なるほどね、あ、じゃあいい番組じゃないですか。そうですよ。果たしてね、このゆるさが BFM さんがいいと思ってやってるのかわからないですけどね。でも視聴者の方はね、ハッシュタグスタンドバイミーで結構ツイッターとかつぶやいてくれてますよ、リアルタイムで見てる、聞いてくれてる。リスナーね、リスナーして見れてからリスナー今は動画ですけど普段は慣れてないから、聞いてる方ですから。ラジオが慣れてないから、はい、こういう感じです、本当に、はい、この番組はこういう感じです、本当に投稿内容なんかもね、非常に皆さんいろいろと質問してくれたりですとか、そうなんですよ。非常にリスナー方とは距離感が近いとは思うんですけども、一人の少年のね、少年ってこともないけど一人の男の子の恋事情なんかもね追ってますし。そうだ、ずっと追ってましたね。名前だ、キャンタマくん。言っちゃいますね。キャンタ。キャンタです。いやでもキャンタくんです。キャンタくん、間違えちゃったね。キャンタくん間違えちゃったんですね。キャンタくんです。こう恋事情を追ったりとかですね、いろいろこう番組としてもいろんなこう企画走ってる感じで楽しいですよね。楽しいです、楽しいです。皆さんちゃんとそのスタンドバイミーで投稿もしてくれるんで、はい、それが楽しい。またその反応を見ながら、ね、また見るのも楽しい。これいいと思いますけども。気楽なおっさんあ、よかった。気難しいおっさんじゃなくてよかったよ。でも一回そのラジオやる前に一回共演したことあるじゃないですか。そうだね、2回ぐらいあるとか。あ、そうですね、2回ぐらい配信とかであるけど。だからそれその時もすごい楽しかったんで、ソンヌさんとってなった時に、ああ楽しいんじゃんと思って。ああ、それは良かったです。そうだから今でも楽しい。ああけどだんだんジローさんが変態なんじゃないかっていうそんなことない。なんか危ないおじさんになっていってる気がして。なんで結構怖くなってきてます。ちょっとただ寝る前にいつもみちょぱの家の方は見てる。いや怖い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 ですよ。元気してるかなっていう。そう、いや、ありがとう。心配してるだけ。親心的なことでしょ。そうそう、親心的なやつですから。それならまだいいですけど。難しいですね。何もない番組、何も残らない。そんなこと言わないでください。え？そんなこと言わないで。そんなことあるでしょ。そんなことない？精一杯頑張ってる。いやね、もちろん頑張っていますよ。まあまあ頑張ってる。ただ確かに、ラジオを聞いて、あ、なんか面白かったな。でもどんなこと話してたっけって言った時に、何も覚えてないでしょうね。話した我々のことだと覚えてないですか。私も覚えてない。次になってって忘れる。でしょ。次のところがもうこのスタジオ出た途端に忘れてますよ。忘れてる。確かに。だからもう本当にそのありのままをね見せてる。番組ですよ。そうですよ、素ですよ、もうこれ。ジローさんだからいきなり黙ってるもん。まあね、だから素だからね、自分もね。5分ぐらい結構一言も喋んない時ありますよ。そんなことある。うん。あとよくもぞもぞしてる時があるよね。あ、ありますね。それなんで振るんですか。やめてもらっていいですか。前回もそうだったから。やめてもらっていいですか。いや、これもこの番組だよ。まあこれ動画だから、だからわかんない。そうそう、動画だから今さ、ちゃんと伝えられるから。いつもそのこうやって座ってるから、みちょぱにその下ね、履いてるか履いてないか当てさせるっていう。そういうのやってんだよね。いつもね、そうやってますね。そう、あれ今日、今も今、どっちだと思う。今、履いてる。え、履いてる。履いてると思うでしょ。履いてる。履いてる。なるべくさ、まあこんな感じでですね、たまにこのほら冬場になるとこのこたつ仕様になるから。みちょぱ、じゃ短い。みちょぱこれ履いてると思う。スタッフなんですよ、本当に。何なんですかね、このおじさんたち。20歳も違うんですよ、だって。そうだよね。まあゆるいこんな感じのスタンドバイミーですが、お許しください。なんで謝んない。
いやだって、ね、お許しこ怖なくていいでしょ。ちょっとだってあの番宣の時とかでさ、なんかちょっと期待して見てくれる方 多分いますけど、いいじゃん、見てきて。こんな中身のない番組ですいません。本当お前が言うな、やめろ。悲しいよ。まあ、楽しんでますんでね、ぜひとも気軽に聞いてください。気軽に聞いていただきたいと思います、はい、ね、聞いてくださいということで、うん、はい、あれ今これこたつ、これね、はい、冬寒くなるからこたつに入ってね、そうするとあの暑くなるから、暑くなるの、ね、ちゃんと頭洗って違う、使えないですよ。それはさすがに使えないって。いや大丈夫、なんて言ってるか分かんないから大丈夫だよ。大丈夫。あ、温めてみてくださいってことですね。頭温めて、うん、洗ってブランブランさせて見てください。聞いてください、うん、あ、今日はありがとうございました。Bay FM Stand by me Fifi Dream Michopa And Shizanu